じゃ40分になりましたので、ちょっと10分フライングしてますが、まあ皆さんこれ以上お待たせしてもしょうがないので、クロージング始めちゃいたいと思います。というわけで、先ほどの LT を持って、ヤプシーエイジャ東京2015終了です。ありがとうございます。まずまず聞きたいのは、皆さん楽しんでいただけましたか？よかったです。大変嬉しいです。いやもう僕はあの一個も投稿見てないんで、トーク楽しかったのか分かんないですけど、ツイッターの反応を見る限りは良かったんだなと思っております。じゃあまあクロージングしますけれども、一応今回区切りの年ですので、まあ、クロージングでちょっと軽くヤプシーあるあるっていう、企画でもちょっとありましたけど、軽くヤプシーの今までの話をしながらでもいいかなと思っているんでやってみますね。といってもアイコンとかだけなんで大して中身ないですが、まあまあヤプシーエイジャ東京っていうのは2006年に始まりまして、その時は実は僕もすでに参加していて、一スタッフとして、テーブルを動かしたりなんだりとかしてたんですが、まあ、その時の志望者はこの人たちと、ヤプシーあるあるに来た人たちは僕が愚痴ってるのを聞いたと思いますが、その後僕が2007、2008と会って、その後2009で僕は引き継いだんですけども、その時に一切引き継ぎをされなくて、何をしたらいいのかわからないまま、だって今年は僕やってもいいけど助けてくれるんでしょって言ったら、それは話が違うと言われて、僕は一人悲しんでいたということもありました。まあ、とはいえなんとか38度の高熱を出しながらも2009年やれたんですが、まあいろいろありまして、どうしようかなと、ごめんなさい、ちょっと間違えた。でその年は、JPA という団体で、やったんですが、まあいろいろありまして、ちょっと次から一人でやるのはきついなという形になったので、この2010年の開催の時には、皆さんご存知、クシーさんという方にですね、来ていただいて、僕は裏方をやってクシーさんに、何ですか、企画というか表舞台に立っていただいて、楽しいことやってもらって、僕は裏でずっとお金を数えて、早くもっとお金持ってこいよっていう役をやってて、ヤプシーを運営してきました。はい。でまあその流れで、2011年、2012年、2010あれ13年を抜かしているぞ13年があり、僕は引退と一旦言って、2014年には、和田さんに引き継いで安泰と思っていたのですが、また僕がここに今立っていると。まあで今年ですが、今年、どんな我々の主催側から見てどんなヤプシーだったかというと、まあ3日丸々ではないですが、一応3日のお祭りでした。スポンサーはなんと60社ありがとうございます。で、これを支えている僕も含め、コンボも含め、スタッフは、一応90名、いまして、約90名ですね、若干かけますいまして、でその中で、約90個のトークを皆さんに楽しんでいただきました。LT も含めてですね。で、それをやりつつ、まあ裏方でコンプさんたちが働いて、皆さんの 100Mbps の帯域をずっと受けながらなんとかやりました。でこれを、ここに来ていただいた方たちは、今年は計算したところこういう数になりました。ね、2000人のカンファレンスでやるもんじゃないですよまあでも、皆さんのおかげで、このヤプシーができました。本当にありがとうございます、はい。でこのタイミングで、まあ、皆さん僕今来てないですけど、ちょっとアロハの姿であちこち走り回ってるスタッフ見たと思うんですけども、これちょっと皆さん一応スタッフを紹介していただいて、拍手をしていただければと思います。スタッフの皆さんちょっと立ってください。
はい、これ全部じゃないですけど、まあ一部のスタッフです。皆さんすごく頑張っていただいたので、ぜひぜひ温かい拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、後ろの方から昆布が来ました。ありがとうございます。はい。じゃあすいませんが一旦スタッフははけてください。ありがとうございます。はい。さて次、皆さん投票しましたか？投票した人。おお、ちゃんとしましたね。よしよしよし。さあじゃあ投票の結果を見ましょう。鳥くんお願いします。はい。鳥くんちょっと持ってきて。はい、はい、それでいいですか？まだ集計は行ってます。で、今3位が1票差なので3位が1票差です。いいですか？いいですかって言っても入ってできないね。あ、いいえ、あの SKL 叩くだけなのじゃあもう一回、はい、これで決定。決定します。はい、はい、じゃあ名前を呼びますので、まああのトークの発表者がいない可能性もありますが、とりあえず名前を呼びますので、第3位から名前を呼びますので、いたら壇上まで来てください。第3位は ACTP 通時代のウェブサイト設計、奥和星。奥さんいますか？あ、いたいた。あ、来て来て来て。第3位おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ一言お願いします。はい、帰って食べたいと思います。あ、ハムだ。そうだそうだ、ごめんなさい、これでしたこれ狙ったんですか？狙ってました。狙ったんですか？3位を狙ったんですかおめでとうございます。はい、はいはい。じゃあ続いて第2位、アプローチです。え、これなの？はいおや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 、第2位です。 HTTP2 時代のウェブ、ジャックさんいますか？いますか？おや、あ、いたいたいた、どうぞどうぞ。よいしょ、はい、じゃあ第2位おめでとうございます。どうぞお願いします。どこに行くのやつですけど残念でした、残念でした。はい、はい、どうも。さて第1位は皆様お待ちかね、マイクロソフト詰め合わせセットです。スポンサーのマイクロソフト様からいただきました。はい、第1位、おー、Yet Another Pearl Conference だ。第1位はパールの上にも3年ずっとイケてるサービスを続ける技術はい、じゃあおめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあトートお願いします。パール最高ですねマイクロソフトさんありがとうございますサーフェス使います。はい、ありがとうございました。以上の、皆様は僕の連絡先書いてある紙なんで、あと連絡ください。はい。
はい、じゃあ次いきますね。まあそのわけで、僕は手持ちの企画を全部終えました。もうこれ以上悩みやることないです。僕のヤフシーエイジア東京は以上で終了です。ありがとうございました。はい、はい、お乱入だ乱入だ。 He's wonderful. This man deserves something very special. This is a bottle of wine from the city of Pearl. パールで作ったワインですね。ドイツのパールという街です。Thank you, Wendy. Thank you. まあそんなわけで、僕はこれまで10年間全部のヤプシーに関わってきましたが、まあこれで終わります。ただし、ヤプシーエージャっていう名前自体はですね、別に JP のものでもないし、誰のものでもないんですね。なんで、もし皆さんがやりたいヤプシー大阪なりヤプシー長なりヤプシーなんとかがあるんであれば、それはぜひ続けていってもらえればなと思います。なんで、またどこかで皆様と、お目にかかればと思います。皆様がいてこそのヤプシーです。皆様来てくれて、皆様が話してくれて、皆様がこうして拍手してくれることによって、ヤプシーが出来上がるので、僕というよりか僕は会場的してるだけなんで、スタッフであったり皆様であったりがヤプシーを作ってる人たちです。で、あと絶対に忘れないでほしいのは、ヤプシーについてブログを書いてください。昨日ブログを書いた人は分かると思いますが、僕はその日の夜中2時ぐらいまでずっとストーキングしてました。はい、すぐブクマします。はい、はい、ということで、約束はしません。約束はしません。この URL に行くと、とりあえず何か書いてありますが、約束はしません。はい。あと2016年は僕は絶対に何もやりません。はい。そういう感じです。まあ、興味あったら先ほどの buildersconf.io というサイトに行ってちょっと見てくれると、まあ、僕が今どういうことを考えてるかなというのは分かってくれると思います。はい。まあ、とはいえ、それは別の話なので、以上をもってヤプシーエイジア東京本当に終了です。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。じゃ